きだろう。生きておられたか。愛子殿は、愛子殿はいずこに。道場に。だが行ってはならねえ。この通りだ。たとえ何人束になろうと拙者を止めることはできぬ。たことがあるの。この手でその傷を負わせ、己が生き絶えたのを見届けたはずじゃ。この村は我を墓に留め置きたくないようだの。あの女が最後まで呼んでおったのはお前の中。我がその苦しみを終わらせてやるまでな。案ずることはございません。傷は不幸ございますが、私がついております。賊どもは逃げました。大事はございません。ひとまずは皆が待っておりますので、まだまだすべきことがございます。愛子、そなたなしには皆何もできぬ。拙者もしかり。私もでございます。我々はどちらかが欠けてもいけませぬ。愛子、生きておったか。愛子、待て。愛子、まことにそなたであるか。愛子、どこへ行く。身に覚えのない地なれど、どこか気懐かしくある。女がここを通ってはおらぬか。あるいは通ったやもしれぬ。はっきりと申しくだされ。見たのであるか。この先じゃ。されど心して参る。ここは汚れた地。
恐ろしい病に侵されておる。かたじけない。承知いたした。汚らわしい。というのだ。汚れなし、清き者。はい、わしはお前などにあれん。この者のけども、自らを蝕んでおるようじゃ。馴染みのない顔。気安く振る舞うでない人殺しか。思い違いでござろう。拙者は切られるべきものにのみ刀を抜いたまでじゃ。そのようなたわごとをよくもガルガルと。誇りはないのか。鬼め、待て。くさばれ。この橋は崩れぬだろうか。と言ったのじゃ。わしに屈せ。腹が減った。
刀を抜くなかれ。拙者も武士道を志す者。ほらを吹くな。お前は罪なき者どもの血を浴びておる。拙者が多くの者を黄泉に送ったは事実。されど罪なき者は一人もおらぬ。頼む、今誰も死ぬことはない。拙者は皆が村で斬られるのを見た。それでもお主は和平を口にするか。誇りなき化け物め。この者どもは拙者を村を荒らした悪党どもと思い違えておる。拙者が相手した輩であろう。はっ。ねっ、気分の痛みだ。武士だと？ここに？拙者には下せぬ。いかにしてこのような。分かっておる。わしらも皆道をなくした。なんと、村一つ失われたとでも申すのか。そうかもしれぬ。もしくはただの幻想か。そなたの言葉は道理にかなわぬ。頼む、何が起きたのじゃ。進むのじゃ武士よ。望みを捨てるでない。拙者の言い分は聞いてもらえぬだろうが、お主を傷つけるつもりは毛頭ござらん。一度は図られた身、二度はない賊よ。頼む、拙者もお主と同様に嘆いておる。敵は同じである。共に力を合わせようぞ。化け物、貴様は全てを奪った。拙者のうち同志、誇りまでも。お主は思い違えて。今よく分かった。貴様の死のみが拙者の思いに幕を引く。
拙者は前へ進まねばならぬ。何があろうとも。どう？アイコ、どこへ行く？落ちる！お前は落ちる！この湖は泳ぐには深く冷たい。荒神のようにおろそかないかだであるが、こと足りよう。殿、されどお主が斬られたのを上川村で見たはず。そなたが生きておると知っておれば。お主、我らを見捨てよって、我らを朽ち果てさせたのじゃ。拙者はまやかされたのじゃ。多くの者が亡くなった。お主が名誉ばかりを欲したからじゃ。そうではない。拙者は奴を止めようと。お主は誓いを破ったのじゃ。一体何が起きたのじゃ。この汚れた地はお主に何をしたというのじゃ。わしのじゃ、わしのじゃ。いや、わしのじゃ、わしのじゃ。いや、Ah!
お願いだ。そいつを入れんだくれ。おう、下げ。下げ。もっと知らぬもんだ。何者じゃ。全て食っちまった。腹が減りすぎておったんじゃ。ではお主もこの地のものだ。わしのようにここにおる全てのもののように。少し高く登れば。ああ、月に淡い光が差しておる。わしらからこれより何を取るというか、もう十分なくしておる。何のことじゃ。わしだ。お前
られなきまな。ちょっと全て食っちまった。汚らわしい。アイコ、待て。私は何をしたのじゃ。どうか許しておくれ。ご自分を責めることなどございませぬ。あなた様は静寂をお持ちくださいました。私はそれまではおののくことしかできずにおりました。私は黄泉の者となり申した。しかと受け入れたのです。拙者は遅すぎたのじゃ。そなたをあのような鬼の手にかけさせてしまおうとは。されど拙者もここにおる。そなたのそばで静寂と共に。私もそうしていたく存じます。されど叶いませぬ。今しばし、あの人殺しは今も生きております。カゲロウを止めなければさらなる命が奪われることでしょう。黄泉の深みがあなた様を呼んでおられます。そこで斧が道をお選びください。
も決することはない。拙者はそなたのそばにおる。今はここではできませぬ。より深き闇へ下り、待ち受ける者と向かい合わねばなりませぬ。それでそなたを取り戻せるなら、どのような闇でも立ち向かおうぞ。後ほどお会いいたしましょう。さようにされど、あなた様のお心は別の地に導くやもしれませぬ。そなたにもう一度会うことは叶うか。一度だけ、もしくは永遠に。ここが黄泉か。死者の地、闇の世。何か道があるに違いない。で、この妙な印、動くようだ。何か刻まれておるようじゃ。難儀あらば、昨日も今日も人いたせ。どこへ行く小僧。己の顔は覚えておる。賊よ、拙者が最初に斬ったものだ。これで拙者をおののかせたつもりならば、そうではないと知れ。何故拙者は上川村へ向かったのだ。何故愛子のそばにとどまらなかったのだ。固く誓いを立てておきながら。はっ。貴様は広樹にあるな。拙者を存じておるのか。
するよ。貴様がしてきたことは我らすべて心得ておる。拙者は計られたのじゃ。見通す術などなかった。そう己に言い聞かせるのか。多くの魂があまりにも早く流されてきた。貴様のせいでな。貴様はいかにしてこれを償うつもりか。償いの術などない。それは承知しておる。されど再び愛子の元へ戻らねばならん。一人にはしておける。あの女は苦しむ。貴様もじゃ。ならば参れ。お主の技を見せてみよう。遅すぎる。遅すぎる。死した者を斬ることができるのか。いずこへ参るのか。黄泉に舞い戻るのでなくば。黄泉はまやかしを見せ。
物が目に頼ってはならぬ。切ることができるのか、いずこへ参るのか、黄泉に舞い戻るのでなく。黄泉はまやかしを見せては己が目に頼ってはならぬ。我らには終わりなどない、ものの不要。切らねばならぬものを全て切るだけのこと。また一つ騒いだ頭にするぞ。
またあの印じゃ。時とは言う。